ご覧いただいているのは江川卓氏と江夏豊氏と尾崎幸雄氏がストレートを投げている映像になる。江川氏のストレートといえば、当時のテレビのスピードガンではそのほとんどが140キロ台で表示されていたが、テレビ局の依頼で現在ホークスに対戦相手の傾向などの情報を提供しているライブリッツ社が、江川氏自身が最も速かったと言っている球、太陽の中塚正幸氏から三振を奪った1球の球速を当時の映像から計測したところ、江川氏のストレートは158キロ出ていたことが分かってきている。なので江川氏は本気を出した時は155キロ以上のストレートを投げていた可能性が高いわけだが、この尾崎氏と江夏氏のストレートを見る限り、そんなバッターの手前で加速して途中からグワンとボールが大きく見えるような江川氏のストレートに負けず劣らず、いやひょっとするとそれ以上のスピードボールを投げているので、もしかすると尾崎氏も江夏氏も現役時代最速で160キロ以上のストレートを投げていたかもしれない。現在野球界では食生活、トレーニング、投球理論の進化のせいか、全体の数として速い球を投げるピッチャーが増えてきているが、160キロ近い突出したスピードボールを投げるピッチャーの数はそれほど多くないので、この3人のストレートを見ていると、野球というスポーツの世界においては科学や食事がそれほど進化していない初期の時期にも一定数の化け物がいたのは間違いない事実だと思わされてしまう。